デビット・ブラバムはオーストラリア出身のレーシングドライバー。3度のワールドチャンピオンに輝き、またブラバムの創設者でもあるジャック・ブラバムの三男としてロンドンに生まれる。兄のジェフとゲイリーもレーサーになったが、3兄弟の中で唯一 F1 の決勝を走っている。1989年にイギリス F3 でチャンピオン獲得。 F3 マカオ GP 優勝などの活躍が認められ、1990年3割の GP で、このレースから、オニクスに移籍したグレガー・フォイテクのシートを得て、父の創設したブラパムチームから F1 に初参戦した。しかし思うような成績を上げることができず、1年限りで F1 を去り、スポーツカーレースへ活動の場を移した。 1994年にシムテックが F1 参戦を果たすと、父が経営に参加していたこともあり、F1 復帰を果たした。このシーズン限りで F1 を去り、その後はスポーツカーレースでの活動を再開し、オムズなどに参戦している。1996年には、アローズのテストドライバーを務める片原マクラーレニエフ。 1GTR で全日本 GT 選手権のチャンピオンに輝いたほか、1997年には兄ジェフと組んでバサースと戦を制し、2005年と2006年にはセブリング12時間のクラス優勝を果たした。2009年にはスコット・シャープと共にオムズの LMP1 クラスのシリーズチャンピオンに輝いた。2009年ルマン24時間レースに、 無常スポールトタルチームより908ハディファップに乗って参戦、総合優勝を飾っている。2013年、ブラバムの名称を名乗る権利を取得し、名門復活に向けたプロジェクトに取り組んでいる。イギリスフォーミュラ3選手権マカオグランプリ F1、世界選手権国際 F3000 選手権、スポーツカー世界選手権アメリカンルマンシリーズ、FIA 世界耐久選手権ユナイテッド、 スポーツカー選手権、ルマン24時間レースデートナ24時間レース、セブリング12時間レース全日本 GT 選手権、FIAGT 選手権、FIAGT1 世界選手権、イギリスツーリングカー選手権、ドイツスーパーツーリング選手権スパフランコルシャン24時間レース。ありがとうございます。